こんにちは、ラボンヌターブルの中村です。今日はですね、この豚を使いまして、ポークジンジャーを作っていきます。ただのポークジンジャーじゃなくて、この豚肉の脂身だったり筋だったりお肉だったり、これをちょっと一回分解しちゃいまして、すっごい美味しい、今まで見たことがないようなポークジンジャーを作っていきます。この豚をですね、もう火の入り方が違うんで、こっちの、ね、油とか筋とか噛んでるところとこっちの赤身じゃ全然火の入り方が違いますし、油って火を入れてある程度余計な油を出して、油の旨味の本質みたいなのを固めた方が美味しいんで、はい、じゃ早速分解していきます。この油と肉の境目に包丁を入れていきます。こうやって、そしたらここにもね筋があるんで、はい、筋と油を離しちゃいます。包丁をこうやって油に押し付けると結構ペロって剥けるんですよね。切るというよりかは離すっていう感覚ですね。油をきれいにきれいに、ロースの芯の部分が取れましたね。そしたらこっち、ここは脂身と筋の部位に分けます。ここはもうざっくり切っていただいて、でここも焼くんですけど、油がよく落ちるようにこっち側にはちょっと切り込みを入れていきます。はい、これを一回バットに移して、でさらにこの油、これを焼き油にします。はい、なのでちょっと細かめに切っていきます。まあ油のみじん切りっていう感じですかね。まあみじんとまではいかないですけど、火の入り方とか筋の入り組みとかっていろいろ複雑にあるんで、ちょっと分解してみて、それぞれ適切な処置をするっていうことが今回の料理のポイントですね。このお肉に塩をしていきますね。結構分厚いのでちょっと多めにしっかりと、分厚い場合は上下だけじゃなくて横のサイドにも塩をしてください。こちらの脂身にも塩をしていきますね。じゃあ早速焼いていきます。フライパンに火をつけて温まりましたら、まず油から入れていきます。この時油なんで油は敷かなくて大丈夫です。弱火でじっくりと油を溶かしていきますね。この時は油を焼くというよりかは油を美味しく溶かすっていう感覚で火を入れていきます。こんな感じでちょっと油がにじんできたら、こっちの脂身の部位も、はい、焼いていきます。もう今のところね、なんか油まびれですよね。本当に油もこうやって広げるとすごい量あるんだなっていう、はい、そんな感じですよね。はい、結構油がこういう風にねたくさん出てきたら、今度はこの芯の部分も焼いていきます。焼く前に軽く塩をして出た水分をペーパーで拭っておいてください。この水分がね張り付きの原因となったりもするので、焼いていきます。さっき真っ白だった油がだん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 焼き色がついてきて、なおかつフライパンにすごい美味しい豚の油が溜まっている状態になってます。このお肉の芯は徐々に徐々に火を入れていきたいので、片面を30秒ずつ焼くのを2回ほど繰り返していきます。今フライパンに肉が当たっているところは火が入っているんですけど、同時にひっくり返したこの面は肉休んでいる状態なので、これで徐々に徐々に火を入れていきます。火加減は弱火です。はい、そしたら芯の方はこれ一回取り出して、これポイントです。熱々なうちにラップ
ラップを使ってぐるぐる巻きにして、これで余熱で火を入れていきます。アルミホイルで包んで、余熱で火を通すっていうやり方もあるんですけど、ラップをこのようにぐるぐる巻きにやることの方がより、速いスピードで、火を入れていくことができます。でこちらの芯の方が火が通りにくいので、こちらはもう少し長めに、火を入れていきます。油がもうこんなにカスカスになりました。ここまで来たら一回この油は、バッテリー外しておきます。はい、こんな感じでこの芯の部分よりだいたい3分ぐらい長めに火を入れています。そしたらこの油身の部分も一回、休ませますね。こちらの油身の部分もラップをきつめに巻きます。このラップの巻く力加減にもよっても火の入り方って変わってくるので、これでだいたい約10分ほどお肉を休ませていきます。その間にソースの準備をしていきます。で一度この使った油は、一度廃棄しますね。ではソースを作っていきます。ソースの、材料はこちらですね。ニンニク、生姜、玉ねぎ、まあ、いわゆる生姜焼きにも使われるのと同じ、はい、具材でございます。これを全部すりおろしちゃいます。まあこんな感じの粗いおろし器で大丈夫です。よいしょ、こんな感じにすりおろしました。これを一度ボウルに移しまして、これに醤油、お酒、あと砂糖を加えて、これでよく混ぜて砂糖を溶かして、これでソースのベースの完成です。ここまで準備ができましたら、もう一度お肉を焼いていきます。ラップを剥がしていきますね。まだ全然火は入っていなくて、目安としてこのスプーンで、このお肉を押したときに、なんかゆっくり戻ってくるってことは、まだまだ肉がレアというか火が全く入っていない状態ですね。その代わりに肉の温度は結構常温以上の感じに、はい、なっています。2回目の火入れをしていきます。そしたらこの油の方から入れていきます。まあ、フライパンに油しかなくてもまだこの油、油を出す余力があるので、はい、まあ、こういうふうにじっくりじっくり火を通すことによって、芯の部分とこういった筋と油が噛んでいるところの火入れのギャップを、はい、埋めていきます。はい、そしたら少しサラダ油を足していただいて、また芯の部分を入れていきます。今度も30秒おきに焼き面を変えて焼いていきます。焼き色って強火で一気につけるっていうイメージがあるんですけど、これぐらい厚いお肉の場合はこうやって弱火でじっくりじっくり焼き色をつけていく方が均一に火がきれいに入っていきます。今だいたい全面を2回転したんですけど、もうその時点でさっきより弾力があるんですよね。こうやって例えばこうやって見るとさっきより肉が返ってくるスピードが速いってことは、まあ、それなりに火が入ってきてるっていう証拠ですね。でまだこれだとまだまだ生です。そしてこういうふうに油がだんだん出てきたら、ちょっとこの芯の
中心部分を向かって、まあ、出てきた油をかけてじっくりじっくり火を入れていきます。だんだん美味しそうになってきましたね。これぐらいの焼き加減になったらもう一度、バットに移します。そしてもう一回ここでラップをかけて休ませるんですけど、さっきみたいにぐるぐる巻きにしないで大丈夫です。どちらかというと熱を冷まさないためになんかふわっと、はい、かけてあげる程度で大丈夫です。休ませている間に、ソースの仕上げをしていきます。でさっき焼いた油は、一度こうやって捨てていただいて、だけどフライパンは洗わずに、ここについたうまみをこの先ほど作ったソースで溶かし込みます。ソースはフレッシュ感を大事にしたいんで、そこまで煮詰めなくても大丈夫です。ニンニクと玉ねぎの辛い感じの味がちょっとまろやかになる程度で、はい、軽く火を入れて煮詰めていきます。この程度まで煮詰まってきたらソースの完成です。2回目 のお肉の休ませ加減は焼いた時間と同じぐらい休ませれば大丈夫です。例えば今だったら焼くのに5分ぐらい時間をかけて焼いたので、同じぐらい休ませてください、はい。でこちらにできたソースは、一度違う小鍋に移しておいてください。で仕上げにもう一度このお肉焼きます。お肉なんですけど休ませている間にちょっと肉汁が出てきましたね、はい。こうなればもうあとは仕上げに、火を入れるだけで大丈夫です。最後はバター、はい、ここでフレッシュなバターの香りとコクをつけていきます。最初からバターで焼いちゃうとどうしてもバターって味がだん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 変わっていくので、このタイミングぐらいで入れるのが美味しさのベストだと思います。そしたらバターはあんま強火でフライパンが熱い時に入れてしまうとバターが一気に焦げてしまうので、はい、まだフライパンの温度が上がりきってない段階でバターを入れるようにしてください、はい。そしたらここでお肉を入れていきます。火加減はフライパン十分温めますけど基本弱火です、はいはい。バターの美味しい香りをお肉にまとわりつかせるような感じで、3回目の焼きは本当に肉を熱々にする程度で構いません、はい。そしたらここでお肉を、外していただいて、この先ほど出たこのお肉の焼き汁休ませたように、これを一度このフライパンに入れちゃいます。でこの焼き汁を先ほど作ったソースの中に入れるとソースが一気に美味しくなります。では盛り付けに、入っていきます。こんな感じで、はい、ジューシーに焼き上がりました。でこちらが油の方ですね、はい。焼くのにかけた時間が違うんで一気に焼こうと思うとここまで均一に仕上げることができないです、
はい、そうしましたらお皿に盛っていきます。はい、ソースをたっぷりと敷きまして、で今回ね、あの肉がちょっとあの大きくいたんで、2人前にして作りました。お肉、芯の部分と油の部分、はい、こうやって持っていきます。そしてこちらの油の部分にちょっと黒胡椒を、はい、かけてあげるとより油のコクの風味を味わっていただけると思います。はい、できました。こちらが、ポークジンジャーです。肉の色もすごい綺麗ですね。こちらたっぷりちょっとつけていただきます。すごい柔らかいですね。本来あの厚さですとオーブンとか使わないとなかなか相手火ができないんですけど、ああいうふうにじっくりじっくり弱火にしておくことによって、まあ、あとは部位によって分けて焼くことによって、まあ、こういった食感に焼くことができます。あのやり方だと湯でもラップで振るわけで、そうですね、はい、逆にエスタの火で挑戦できると思います。次は油麺をいただいてみます。色が、はい、綺麗ですね。そうですね、こちらは本当にジューシーな食感を楽しんでいただけると思います。いただきます。今度はちょっとこちらはいただきます。全く違いますね。そうなんですよね、なんか同じ肉とは思えないぐらい、ちょっとの、差なんですけど、見た目的には、はい、全く味わいが違う、はい、これだったら、はい、脂身が苦手な方も多分そうですね、はい、まあ、脂身が中途半端なヒゲとか、なんかあまりカリカリとした食感がないとちょっと食べるのが、しんどくなりますし、はい、逆に脂身に標準を合わせて芯の方を火入れてしまうとちょっと芯に火が入りすぎてしまうっていう、おソースなしで普通に塩コショウだけでも美味しいですし、なんかマスタードみたいなものでも美味しく召し上がっていただけると思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。